大野めぐみとおうち時間を楽しもう。はい、大野さん。はい。どうですか、この広い部屋、あなたのためだけに取りました。うわー、最高独り占めですね。はい、スマホ出して。スマホ、はい、これ何もこの広い会議室でやらなくてもいいようなことやりますか。そうなの、はい、何ちょっとメモ帳を開いてさ、はい、予測変換を見てみようかなと思います。あから順番に見てみようかな。あなたの素が見えるんじゃないかと思いまして。結構恥ずかしいやつですね。ではまず、あ、入力してみてください。あ、一番最初に来るものは何ですか。アナ。あの別にあの、ね、夜を想起しないでくださいね、皆さん。アナウンサーのアナだと思います。じゃあそんな欲しくないね。次は、次、青。え、次つ目ぐらいは次ね、あやこ。おお、一人しかいないのか。はい、あやこって漢字で出てる。漢字で、あやこ、石澤あやこさんのあやこです。電話してみないの。本当に時差でしょ。そうですね、まあ、なんで向こうも昼ぐらい。ちょっと、え、本当に、うん、出るかな。マックス出ない。北京でもね、うん、LINE は繋がるって言ってたんですけどね、あれ、やっぱおみさんと関係立ちたいんだな。まあ、かかってくるかもしれないから、この後。あ、そうなんですか。はい、じゃあ次。おかしいの。じゃあ、い。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 石沢。やっぱ、卒業してからも、あや子のことがきっとね、こう、残像として。い、使ってないんじゃないの、ずっと。あ、それもあるかも。どんだけ打ってないんだよ。だって、次のワードが、いつだもん。で、次の変換が、うん、石沢あや子。フルネーム。今さ、3つずつ聞いたんだよ。あと、いい3つずつ聞いたんですけど、そのうち6個のうち半分が石澤あや子。いきます。うん、打ち合わせ、嬉しいと。嬉しいはこれどっちなんだろうな。嬉しいというハッピーの意味なのか、嬉しのさん、 HTV の水曜どうでしょうディレクターの嬉しいさん、どっちで書いたんだろう。そう、あ、それこそ嬉しのさんで言えば、これここだけの話なんですけど、大したことないね、あなたの。いや、結構ね、私がこうこの十数年のアナウンサー人生の中でへこんだり落ち込んだりとか、そういう時に本当に偶然街中とか、あと会社の前とか社内であったりするんですよ。基本ロケなどで社外にいることが多いので、まあ、結構ね、はぐれメタル級の出没率なんですね、社内でも。それでもそういった私のこう大変な時に限ってふっとこう目の前に現れて、で金言を吐いてくださるんですよ。今年の7月に私、HTV 寄せでナンピラテメグッチョとして落語に挑戦したんですね、はい、で大ネタの死神という演目をに挑んでいたわけなんですけれども、それと対峙する日々の中で、わ、どうしようどうしようって毎日思ってたんです。そしたら嬉野さんに HTV のエントランスで会いまして、で、あ、思い今度落語やるんだって。いや、そうなんです、おこがましいんですよ、本当だよ、今度何の演目やるんだ、死神です、お、それはまだ大層なものって感じで40分喋りまして、たまたま玄関先で会ったのに40分立ち話したの。そうなんです。いい迷惑だな。いや、本当ごめんなさい。しかもあれだろう、まあ、この今のこのあれもどうでしょうの力を借りようとしてるだろう。してない。本当嬉野さんの名前出してさ、再生回数、これを再生回数稼ごうとしてハッシュタグにどうでしょうとか、嬉野さんの名前出そうとしてるの。してない。あなたがなんかお困りの時に必ず会うっていうね。はい。という話でした。向こうからしたらあなたは単純に死神じゃない。そう。ひどあなたいつもテンション低い時に嬉野さんと会うんだろ。ということはあなたにとってはプラスかもしれないけど、嬉野さんにとってはまあ負のオーラを。でも優しい方、毎回じっくり話を聞いてくださるんですよね。じゃあ次、ええ、あ、い、う、え、うん、一文字で、ひらがなで、え、次が
カタカナで一文字でえ次がひらがなでえに棒えー、ええええはあ LINE での語彙力皆無ですね私ね。自分にとって予測変換はいらない。無駄な機能だね、君にとっての予測変換はね。おお、これはオード来るでしょう。おお、来ました来ました。お、漢字でオーノ、はい、次ひらがなでおすすめ、はいはいはい、次はおそば。好きだからね、おそばね。大好きだから。そばじゃないんだ、おそば。上品だね。まあ、じゃあそこでそう期待するから。そでそば出てくるからね。確かに。何ですか最近おすすめっていうの、何のおすすめ。なんだろう。あ、それこそおうち時間が長いのでおすすめの本何とか聞かれることがあるんですよ、友達で。でそれでおすすめはね、シリーに話しかけてるの。ヘイシリー、おすすめの本は何って聞いてるのかと思った。聞かれることがあるから。そう。あ、でもシリって言えばね、私シリにあまりにこうおうち時間長い時にこんな言葉を投げかけたんですよ。ヘイシリー、ぷん、寂しい。やってヘイシリ、寂しい。そうなんですね、そう感じるときはあるものです。早く元気が出ますようにとエールを送ってもらってます。大野さん大変だね。ね、テレビを通じてさ、道民の皆さんにエールを送っている一方で、あなた自身がシリにエールを送っているのね。そうですではな、来た。どれ、もしもし。あ、あやこ。元気。一人一人の対策で感染拡大を防ぎましょう。